メンバーが少ない分、あ、そのね、比重が大きい。そのメンバーが少なくなってきたっていうのは、あれ、学会は発展してるわけじゃなかったんですかね。ここのとこ詳しく聞きたいんですよ。メンバーがなんでその少なくなってきて、再編成しなきゃいけなくなっちゃったのかっつう。あれ、なんかおかしいなっていう。メンバー少なくなったよね。いやー、今ちょっと我が耳を疑ったんだけど、学会は伸びてる伸びてるって、僕らが学会のとこはしゃく行くと必ずみんな言いますよ。学会は伸びてるんだと。伸びてるとこなんかないですよ。実際のとこはそうなんですね、やっぱ現場の感覚としては。っていうか、もう本当に、なんていうかな、本当に早々期のメンバーっていうのが、もう来世に行っちゃってるわけです、どん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 。ですから、いわゆる来世に行こうじゃないんですけど、世で、あに行と、こう。お年寄りになってきちゃってて、で、その次の世代っていうのが、大体まあ60代とか50代とか、そういう世代ですよね、早々期の人の下っていうのは。で、そういう人たちは、なんていうのかな、もう60代でちらほらはいるけれども、50代になってくると、もう本気でよっしゃって腹くくってやる人って、本当に少なくなってるんですよ、本当に。なので、活動家がいない。で、ましてや、子供たちも、すごいね、この本尊っていう思うような現象がそんなにないから。そりゃそうでしょう。偽物だから。 そりゃそうですよね。だから、あんまりやらないっていうか、だから昔は未来部もいっぱい人がいっぱいいましたし、中等部、高等部したらすごいいっぱいいたんですよ。なんですけど、もう、スカスカピーピーで、参加する人がいない。だから名簿はいるけれど、やる人が少ないってことですね。で、本当に。じゃあそれは現役っていうか現場の地区婦人部長をやってた人の言うことだから、もう現場感覚とすれば、おそらくそれはもう全国みんな一律にそんなことは感じてるはずなんだ、現場の幹部たちは。もう絶対、これを100%、もう、でもそうですし、他にもそうですし、でましてや、ここ、東京ですよ、そうですよ。しかも大田大田区、区池田先生の、名門大田区じゃないですか。さらに人間革命に乗ってる小林町ですよ。小林町本部っていうのがあおる。家があったところですね。そう、先生。だから、小林町っていう本のは当に、町の名前ね。小林町ってことですね。小林、あ、町っていうか、住所では違うんですけど、この組織上の、小林町本部っていう。じゃあもう名門中の名門であなきゃいけないわけだ。もう、だから、他に引っ越ししていたとして、私が。で、この役職で引っ越しして、どこから来ましたって言ったら、大田区です。大田区の小林町から来ましたって言ったら、おおって言われる感じ。まあ、簡単に言えば言っちゃ悪いけど、ブランド まあそういうことですよね。になってる。にもで、かか大わ田ら池田ず、スカイ館のもう守る会をやってましたし、知ってますか？大田区に大田池田文化会館って、土手のそばにあるんですよ、大きな。で、そこの、会館が、主要会館になってる。だから本当に、もう本当にすごい、大田区の中ではすごいところです。ででもも本当に行った。人材はどんどんいない。といない。で、あと、旗くくってやる婦人部も少なくなっちゃって、まず新聞配達もやりたがらん。だから本当に、ついこの間妹も住んでましたけど、地区事務所で。妹と私で、本当にもう配達を支えてたんですから。私、2ティップ配ってたことありますよ。だから本当に、人材はいないです。それは本当なんです。だから、やる人に比重がかかってくるから、もう本当に少ない。今やってる人は偉い。そしたら、